映画館で映画をできるだけ見ようと思っている人たちの会、次回ですが、記念すべき第80回を迎えます。お日にちですけれども、10月30日土曜日午後2時から、今度こそ、神戸住吉にありますチーズ&ワインバーミモレットからお送りをしたいと思っております。したい。まあちょっと状況次第でございますので、またはい、ひょっそうとでしすたらね。お知らませたおあ知るらかせもししまれしょません。よろしくお願いいたします。う。はい。そんな記念すべき80回目の新作なんですけれども、候補作の方では、順は次い。ご紹介をお願いいたします。はい。まず、一作目、水俣。これは、ジョジョニーニー。デが、ジョニーですか？ね。はい。ひろゆきも出ます。ひろゆきも、あ、そうそう。あ、我らがひろゆきも出る。我らが。水俣病の話ですよね。友はい。人そのし話ですて、かね。次、007、No Time to Die。これ私たちはめちゃめちゃ予告編を見てます。そうですね。2019年の映画ですよ、これ、2019年。だだん。もう、ダニエル・グレイグも忘れてると思います。携帯の取り直しとかをしてるので、忘れてないとえ思います。え、そうなん。そうなんや。はい、携帯の機種が変わっちゃったので取り直しますみたいなこあ、そっか、ソニーでしたっけ？なるほど。まあ、次、デューン。デューン。シャララモシー・メ。シャラメですね。デュニ・ヴィルヌーヴ。はい。でも、1作目ですよね、多分前半。なんか、続きものになるそうです、どうやら。2部作っていう噂が。ゼンデイヤも出ますかね、確か。そっか。そんな SF 超大作でございます。そして、次は守られなかった者たち。これはどんな映画ですか？佐藤健、阿部寛、清原果耶で、うん。震災の関係の映画ですね。どの震震災で、災？あっちの。東日本ですよね。ああ、なる東ほど。日本。はい。燃えよ剣。ね、司馬遼太郎。原作。ですよね。ようやく、これもようやく、ようやくやですよ、こ岡れ田誰准が一。するんですか？岡田准一。岡田准一が。ああ、岡田君が。めっちゃ予告見ましたね、これもね。監督またあ原と田鈴さ木んで亮す平か出ね、ます。これ。もう、我らが。鈴木亮キャ平ンディは、ーマンは何ですか？キャンディーマンは名前を5回言うと死んじゃうっていうホラーです。キャンディーマン、キャンディーマン、キャンディーマン。脚本出たがらジダョーメ。ダン、脚本がアスの人。あ、ジョーダピール。あ、ジョーダピール。おー、またホラー。脚本ですけど。劇なん場で版、科捜研の女。ついに、アニうん、メ、劇場つい版。に、今まで劇場版になってなかっそた。の発想はなかったっていう、むしろ。これ、沢口靖子ですよね。ですよ沢口靖子です。内藤剛です。キャッシュトラック。これは？ガイ・リッチーの、うジェイソン・ステイサムっていう、ん。現要約の金仕方が経ね。費をしてる、ロッさんがすごい人やったっていう話ですね。ああ、なるほど。なめてたやつがシリーズですね。そうそう、そういう系です。次は、レミニセンス。これは？もうやってノーランのようでノーランでない。あ、ノーラン？ノ弟ーランはノーランですよ。ノーランやけはど、ノーランか。弟？みんな知ってるノーランではない。なるほど。空なんか、白。あ、じゃジョなニー・かっデップた。の似たようなタイトルの映画ありましたね、そう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 。あ あっりますた。ね。トランセンデンスに続く、ノーラン・ジェネリックみたいな。怒られるわ。トランセンデンス。ジェネリックはひどい。次いきますよ。東部？東部。東部。東部？何東部ヤヨハンソン。ああ、ンソン。トビああ、ヤンソン。ヤンソムーン。ミンの人。ムーミン。そうです。ねえ、ミンです。はい、次、空白。これは？これはね、先ほど話した吉田圭介監督の古田新太と松坂桃李が激しくぶつかり合うっていう、予想かなする。悲しい映画ですけど。でも、桃李君は頑張ってますね、今年頑張ってる。まあ、本当にね、心の血とはまた違う感じでよく頑張ってるなと思いますよ。はい、で、最後です。映画トロピカトロピルーカジュ、プリキュア、雪のプリンセスと奇跡の指輪。これこはれ、プリキュアです。23日上映なんで、選んではダメなやつなんですけど、監督さんはマジンガー Z インフィニティの監督さんですね。おお。ええー。ってこ見とた？で、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12から12作を7人で投票いたします。はい、どれにするのか。はい、皆さん書きました？僕も画面に向かってせーの。りょうさんに任せていいんですか？ブーン、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 ブーン。言ったらあかん、言ったらあかん。そんな中で次の、はい、避けてください。はい、旧作は誰ですか？あ、旧作選ぶにゃ。あ、先に旧作の開票からです。はい、はい、うん。あ、うん、うん、旧作？旧作の開票から。いきますね。はい、はい、1票が2つありました。うん、水俣、うん、と007。あら。1票。で、次。次、2票。2票。え？こんなったくさん。私以外に。うん、ということで、3秒獲得がデューン。おお、わお、デューンか、いいね、デューンもいいと思います。はい、はいはい、デューンか。新作がデューンでございまして、では、旧作の方、この中から指名をいたしますけれど、どうしようかな。似顔絵も描いて。あ、もう似顔絵かわいい。これ1.5票になったらよかった。ごめん、リックさんお願いします。え、誰リックさん、お願いします。リックさん、ムーミンコミックス。それでは、はい、夜霧よ今夜はありがとう。あお、お願いします。おお、夜霧よ、夜霧よ、熱活ムードアクション、これも60年代同じですね。ライムにあります。冒険者たちと同じ年ですね。あ、同じ年。あ、違うな。おお。7年が続きます。はい、次はこうですね。よいりよ。はい、失礼いたしました。10月30日、日曜日ですか？あ、じゃあ土曜。また30日土曜日でございます。はい、はい、午後に神戸住吉にあります ティーズ&ワインバーミモレットでお会いいたしましょう。2時から。はい、午後2時からでございます。はい、新作が、ドゥニ・ビルヌーヴ監督のデューン、そして、旧作がリックさん推薦でございます。67年の映画です。夜霧よ今夜もありがとうでございます。はい、皆様もですね、ご参加をどしどし、お待ちしておりますので。デューンはいつからですか？デューンはいつから？15日だったと思います。はい、10月。はい、なので15からです。感じで。だいぶ先やな。見て、うん、だいぶ先やね。いただければと思います。はい、では皆様お楽しみに。イエーイ。